百年シリーズは森博次の小説シリーズである。鈴木優香作画で漫画化され、また1作目の女王の百年密室と2作目の迷宮百年の睡魔が NHKFM 放送の青春アドベンチャーで両作品がラジオドラマ化された。作者の著作やホームページでは主人公の名前に基づき M&R シリーズと表記される場合もある。 森博次の多くの作品と同じく推理小説的な要素はあるが森博次の作品としては珍しく SF 的なガジェットが登場し2作目まではミチルを主人公とする冒険談となる2作目までの各賞タイトルはすべてかといった疑問形で統一されている幻等者にて2作目が刊行された当初作者の公式ブログにて3作目は 東京が舞台で一番面白い作品になると予告されていたが中止された。その後、2003年に新庁舎、2017年に講談社にてシリーズが刊行され、3作目は講談社のみでの発行となった。2作目までは森博次の著作を読んだことがない初心者でも違和感なく読めるシリーズだが、作中では全てが F になる S&M シリーズ、 G シリーズ、式シリーズ、W シリーズ等との関わりが示唆されており、森博次の著作集において得意なターニングポイントに当たるシリーズでもある。2008年12月31日、森博次は最後のご挨拶にて、100年シリーズの最終末期が森博次の長編小説最終作になる予定であるとしていた。漫画版1作目看末では、 森博次本人画のミチルとロイディのイラストが掲載されている。エネルギー技術の革新により、都市国家のような形態の国が点在する世界。エンジニアリングライトのサイバ・ミチルとパートナーのロイディは異国の街へと取材へ出かけ、その度に不可解な事件に巻き込まれる。ありがとうございます。